佐藤有本の世界ナンバーワンにチャレンジ特別編。このチャンネルは私佐藤正弘と有本直樹が ITF シニアランキングダブルス45歳以上で世界ランキング年間1位を獲得するためにフィジカル、テクニック、メンタルをとことん鍛えるためにさまざまなことにチャレンジするテニススポコンチャンネルです。正弘さん、今回は特別編ということで。はい、そうなんです。実は、今回6月に開催された ITF シニアツアーグレード戦クロアチアウマグで開催される2021年ヨーロピアン、シニアチャンピオンシップス、に出場するためにクロアチアに行ってきました。今年の9月に実施される世界選手権と同じ会場でもあるので、視察も兼ねて行ってきた模様をお届けします。前回は日本からクロアチアまでをご覧いただきましたが、今回はクロアチアでの模様をご覧いただきます。それでは早速ご覧いただきましょう。どうぞ。セカチャレ。はい、1年5ヶ月ぶりぐらいの海外遠征だったと思うんですね。最後にオーストラリアの大会が終わって、それからもう全く行けなくなってしまい、もうこのまま要はランキング2位まで行けたのに、でも自分たち、まあ、特に僕は40今年9歳になりますから、もう若手選手が入ってくる中で1位というその目標にもう本当に手が届きそうで、あと75ポイントがもうすごく遠く、もうこのままなくなってしまうのかなっていう時にこの大会があったので、もうぜひ勝ちたいな、まあ、特にそのシングルスも含めて頑張っていきたいなっていう、もう意気込みで、もう全てのこの1年半ぐらいを全てをぶつけていこうと思って、もうこう行けてからは本当に集中していこうと思ってました。僕はですね、まあこの中で海外に試合に行くっていうと、やっぱりちょっとこう、まあ、ネガティブというか言っていいのかなっていう気もしたんですけど、でもやっぱりいろんな海外のスポーツの情報を見てると、テニスの、ね、プロの試合はもちろん、まあ、ラグビー、サッカーのツール・ド・フランスとか、まあ、いろいろ世界ではやっぱりありましたね、試合が。じゃあ行ってみるかっていう感じでしたよね。やっぱりグレード戦っていうのもありましたし、あとは世界選手権がそこの一緒の場所で行われるっていうのもあったんで、もう行かない理由はないんじゃないかなっていうふうに僕は思ったので、ちょっととりあえず行って、逆にそれを体験してそれをまたみんなに教えれるぐらいの方がいいかなっていうふうに思いましたね、僕は。ヨーロッパの方ではもうグレード700という試合が始まっていることは僕らも知っていて、で4月にトルコでグレード1000が行われるはずだったんですけども、そのグレード1000が実は700に変わってしまったんですね。だからやっぱその世界的に公平ではないんじゃないかっていう、きっとそういうことだったと思うんですけども、それが6月のこのクロアチアの世界選手権が行われるところで線が本当にやるぞっていうことになったので、まあ、本当出発前日まで行けるか行けないかって分からなかったんですけども、まあ、コロナで本当に行くのっていうような、まあ、声もね聞かれたんですけど、でも周りの人はみんなもう行ってきなよと、もう行ってくれた方がいろんなこと分かるし、やっぱ世界の状況とかも分かるだろうし、あと後悔しないだろうから、僕自身もやっぱ後悔したくなかったので、もう今回は有本と相談してもう思い切って行ってみようと。もしかしたら途中で返されるかもしれないけど、もしかしたら途中でコロナになってしまうかもしれないけど、でも行ってみてもうやるだけのことやってみようっていう感じで、もう思い切って行きました。もう隔離あるのかなってちょっと思いながらも行ってて、だから本当にないのかどうかもわからないけど、飛行機を降りてで空港に着いて、で検査するのかなと思ったら検査がなかったです。だからその証明書だけを見せたら、PCR の証明書だけで空港の外に出れて、あれこんな簡単に出れていいのかなって思うぐらいでした。びっくりでしたね、びっくり。隔離はなしでした。はい、ついてまずエントリーをしに行ったんですが、まあ、僕たちは試合の始まる3日ぐらい前に、まあ、時差ボケ対策とあとコート慣れるために行ってて、で
当日、前日ですね、前日もコートに行って、明日からあの試合なんだけどもって言ったら、まあ、その写真を撮られて、まあ、ネームカードも作ったりとか、一応コロナ対策をされてたので、でそしたら PCR 検査の、結果を出してくれと。で、3日また試合の当日に、撮るよって言われて、それを今度その後に3日ずつ、撮って3日おきに撮りますっていうふうに言われて、で2000、まあ、20ユーロだから2600円ぐらいですよね毎回、うん、まあ強制だったんで向こう持ちかなと思ったんですけど、こっちでしたよね自分たちで払いながら、あの鼻に入れる PCR 検査を、ね、あのしました。有本君はすごく嫌な顔をしながらやってましたけど、あれ苦手ですよ僕は、本当ダメだったな、あれ。僕は結構大丈夫でした。正弘さんが今から PCR を受けます。鼻に突っ込まれる、これは結構きつかったんですけど、え全然平気マジで本当、俺大げさなんかな、俺結構ダメなんですよね。食事は基本、ホテルで朝晩と、撮ってたんですけど、やっぱり毎日一緒のとこだと、ね、あの飽きますし、周りのとこも、見てみたいんで、ホテルの方でおすすめだったり、安全なとこはどこだっていうのを確認して、勧められたところにちょっと出ましたね、たまに。コロナになる前の時って結構いろんなところに食事に行ったりとか普通にしたんですけど、今回やっぱそのコロナっていうところで対策とかっていうところもされてるところっていうところで、ちょっとこうネットで調べてみたりとかしたら、なんかまあ美味しいっていうところで引っかかったところが、また別のホテルで、ね、ちょっと車で10分15分ぐらい行けばあるよみたいなところで、まあ、国境の近くだったんですけども、まあ、そちらのホテルに行って、あこんなとこあるんだって、案外そこなんかちょっと安い、いいホテルなのに安い食事を出すみたいな感じだったので、ちょっと行ってみようかなっていうことで行って、でそのホテルの人たちとお話をさせてもらいながら、まあ面白いことがあって、 まさかのそのホテルのとこ国境があって、そこを通り過ぎちゃって違う国に入っちゃって、すごい怒られるみたいなね、ハプニングありましたね。あったよね、ハプニングがあったりとか、うん、でもまあそのホテルで食事してることによって、そこのウェイターさんと仲良くなって、いろんなことを、あっちの国、あっちは何どこよとかって、あっち行くとイタリアよとかって言ってたよね、うん、もうそのレストランのテラスからもう見えるんですよね。そのあれ隣なんだっけ、どこの国だったっけ、スロバキアですよね。スロバキア、スロバキアも見れるし、なんか左奥はあれはイタリアよみたいな感じで、うん、本当国境ギリギリのところにある、まあ、ホテルというかレストランだったんで、日本では考えられないことが、県境がもう国境みたいな感じで、そうそう、あれはちょっとなんか あんまりできない体験でしたね。そうで、だからドライブしたりとか、まあ、男2人ですけど、まあ、ちょっといろんなところ知るのも必要なのかなと、まあ、気晴らしにいろんなところで食事もっていうことで、なるべくそのコロナ対策をしているところに行きましょうっていうことで、今回はホテル、あとはそういうところで、あとコートの隣なんかもちょっと対策されているところがあったので、そこで選手たちと試合後に、まあ、PCR 検査もね、もう当日してますから、当日して分かっている中での、まあ、和気あいあいというところで、まあ、これは大丈夫かなっていうような感じで、ちょっとまあ試合終わってビールおごってもらえたんで飲んだりと、あんまり試合期間中でビールとか飲まないんですけど、まあ、そういう付き合いもあるんで、まあ、そんなに全部全て断るわけで、いっぱい飲むんじゃなくて、まあ、本当に一杯での調整はしてました。クロアチア料理で、まあでもそんなめちゃくちゃ特殊ってわけでもなく、結構お肉料理がまあ有名というか、なんかこの海沿いなんですけど、お魚系が美味しいかなと思って、お魚系もちょっとトライしたんですけど、日本の方が美味しかったですね。クロアチアの全部入ってる生玉ねぎが全て入ってます。あとホカッチャみたいな感じで、何かお肉をパンでちょっと柔らかめのパンで挟んで食べて、そこに玉ねぎ入れたりとか、トマトがあったりとか、トマトがすごく豊富で、いやサラダも必ずトマトが入ってて、であとは玉ねぎがすごいあったよね。ちょっと辛めの玉ねぎが入ってる感じが多かったかなっていう風に。でも比較的日本人の人に合いますよね。合うと思います、はい、
癖があったり食べづらいとかっていうのはもちろんないですし、うん、すごく空気もいいし食べ物もいいんでまた行きたいなってすごく思った場所でした、うん、はい。試合会場に来ていますが、このように、コートの、カメラがあって、それのセットがちゃんとあります。直樹が今聞いてくれていますが、あ、ユージも今います、検査してます。クレーコートっていうマンツーカーコートって白線がこうどちらかというとちょっとビニールっぽいというか滑る感じが、サーブがボールがこうそこに弾むとチョンってこうなるようなボールだったあのラインだったり、滑るんですよね。そう滑る。あと靴なんかも滑ってしまうんですけど、今回行ったところのコートの白線はね、線の間にこう穴が開いてるような感じなんでちゃんと止まるし、ボールもこう摩擦でね、そうですね、こう止まるような、足も滑らないし、ボールも滑ってこないけど、まあ、摩擦をわざとこう入れてるっていう感じだったので、うん、そういう意味では画期的だよね、うん、あれは本当に日本でも取り入れてもいいんじゃないかなっていう、怪我予防にもなるし、まあ、そのボールのなんかこう、なんていうかな、イレギュラーがなくなってくるんじゃないかなと思ったね。アジアからは、僕ら2人だけでしたね、うん、今回は。まあ、コロナ禍ということもあったと思うんですけど、実際にヨーロッパの方が多くて、南米の方が数名出てて、アジアの方はもう僕ら以外は出てなかったですね。もう9割5分ぐらいはもうヨーロッパの選手のみ、ほとんどの方が結構遠くてもね、10時間かけて来たよなんて言いながらもう車で来てたりとか、もうだから隣国ちょっと先の国とかね、イタリアもあればドイツもあるし、チェコもそうですし、スペインもそうですし、あとスイス、うん、フランス、結構車で来てる人多かったですね、うん、多かったね、まあ、そこから来れんのっていうぐらいのところから来てました。調整はですね、もうやっぱ慣れるしかないので、とりあえずもうコートに立って、あと体がどんだけ動くか、あとまあボールだったりコートの環境をそのなんですか、こう体感するっていう意味で、コートに立つしかないんですよね。コートが遅いか早いかとかね。そうですよね。あとは、はい、浅い、暑いか暑くないかとか、まあ、気温的なものと、うん、あと時差。そうですね。だから自分たちがやっぱ寝てる寝てないとかっていうところもあるので、まず行ってみてどのぐらいできるか、で最初はいきなりもう激しくはしないで、まずはちょっと鳴らすぐらいの感じで、全体的に滑ってを鳴らしたよね。まあゆっくり上げていくって感じですよね。着いた当日はできなかった、練習できなくて、一応練習しに行ったんですけども練習できなくて、でもう次の日から、練習しに行ったんですね。うん、うん、もうでもやっぱり僕ら日本からっていう遠いところから来てるのもあったんで、他の選手と比べていなかったですね、周りは。あんまり一番乗りだったかもしれないですね。結構でもいつも一番乗りですよね、僕たち。そう、一番、なるべく一番乗りで行って、まあ、時差対策、あとはその体調管理、あとコート、あとボール、なんかちょっと気圧的なものとかも含めて、そういうところはチェックして、どのぐらいで行けるかなっていうのは大体確認はしています。もう試合のね、1日2日3日前のことなので、そんなに激しい筋肉痛になるようなことはまあしないんですけど、まあ、体を慣らすのと、あとはちょっと早めに慣れてきたら、ちょっとポイント練習形式をちょっと多めにして、まあ、感覚をつかむような感じですよね。そう、当日はできなくて2日目は自分たちでやって、3日目かな、うん、友達がチェコからイーリーっていうそのチェコの友達と、そのまた友達のセバスチャンとかっていう、まあ、友達が来てくれて、で一緒に最初一緒にやろうよって言ってたんですけど、まあ朝はできなかったので、夕方コート試合がもう始まってる日だったのかな、あの日は。だから僕らは1試合目なかったので、みんな1試合目ないから練習しようっていうことになって、夕方5時ぐらいからダブルスやったりとかシングルやったりとかって言って、まあ、実践的な調整も入れました。だから2日目で自分たちで調整しながら、もう3日目4日目ぐらいになると対戦相手を少しこう入れて、まあ、知らない人とやる緊張感なんていうのも、まあ、そこでこう
入れながらやるようにしてね。ですよね。であれだよね、試合の時に少しもう、まあ、向こう側が、まあ、勝った方があのビール飲めるぞなんていう感じで、まあ、向こうはよくあるんですけど、そんな感じで、まあ、楽しみながら、まあ、あのやりますね。もう2セット目になってもう1回もう2本なとかって、僕らがファーストセット取ったんで向こうは悔しいから、次取ったら2本だ、でももし俺は次取ったらお前ら1本出せよみたいな、なんかそんなようなノリで、あの本当和気あいあいしながらも、まあ緊張してるんですけど、大会で緊張してるんですけど、和気あいあいすることによってこう少し緊張をほぐすような感じで調整はしてました。今回は特別編でしたが、本来は ITF シニアランキング年間1位獲得に向けて、テニスの試合だけでなく様々なことにチャレンジしていきます。佐藤有本の世界ナンバーワンにチャレンジ、セカチャレをこれからもよろしくお願いします。ぜひチャンネル登録もよろしくお願いします。ご覧いただきありがとうございました。